ちゃお、あっちゃんです。今日7月30日、あっちゃん家の晩ご飯は、照り焼き丼と芋のじゃがいもの煮っころがしと、きゅうりの漬物と刺身の妻で作った酢の物でだし巻き卵、以上でいただきます。あとアボカドのサラダね。で食べましょう。いただきます。はい、ということでいただきます。今日ね、アボカドのサラダのドレッシングもね、あっちゃん使ったけど、和風マヨ、醤油マヨごまで作ったドレッシングね。いただきます。うん、玄米やからちょっとごめんわかったんよ、ごめん。うん、豚緑は美味しい。ビール、美味しいね。今日はバドワイザーです。まだすっきり飲みやすいね。じゃがいも、いいね。昨日ね、海鮮丼作った時にいっぱい刺身のつまがなとって、いらんしもったいないしね。酢の物にさ、美味しいね。もっとこれぐらい酸っぱいの好きやけど。サラダ。和風の醤油ごまだれ美味しいね。たたききゅうりの漬物。美味しい。あっさり使って美味しいね。結局茶色飯は美味しいよね。ご飯も玄米やから余計に茶色く見える。いいね。今日はね、一日うるーんとしとってね、映画見てね、一日を過ごしとってんけどね、来たるっていうのかな、ホラー映画来るって感じ、来たる映画ね。都内じゃないんだけど、結構都会でカーアクション、タクシーとダンプカーがボカンってぶつかるシーンなんだけど、そのシーンの撮影を結構都会の方でやったっていうんで話題になってたらしくて、2年、3、4年ぐらい
かな、3、4年ぐらい前の映画らしいんだけど、それがね、おすすめね、2年前が20年だったかな、それぐらいの映画だけど、ヤフーちゃん、YouTube でワンシーンがね、上がってて、で気になってね、Amazon プライムで見ようもんだ。あと、いつかが6日で終わりやん、プライムがね、見やなあかんと思って、見て、内容はちゃあんまり言っちゃうとね、あれやねんけど、なんかね、面白いのは面白いけど、怖いものよりもね、ちょっと面白い、シリアスなシーンやねんけどね、なんか面白い、ちょっと、みたいなとこあったけど、途中まで気づかへんかったの、岡田准一君までね。あれ結構なんかマイナーな人かなと思ってたら、結構マイナー人が出てんのかなと思ってね、パッと見分からんかったよ、みたいな。妻夫木聡とか、黒木華とか、で松たか子とか出てんの、石田恵里とか、あと小松菜奈、須田君の奥さんね、とか出てて、ね、結構豪華キャストね。うん、柴田理恵もじゃん、最後まで見たけど、終わりが出たけどね、あんまりね、言っちゃうと内容を話しちゃうと良くないんで、おいしいね、大きいな、これ。まあいいか、でかっ、おいしい、本当に、まあそんな感じに、映画を見てゆるーんと過ごしてね、まああっちゃんね、たまには休まんとね、最近ずっとほぼほぼ休みなし状態だから、休む言うても一日休まへんかってね、ご飯食べながら動画撮ってる時も一応ね、撮影中か仕事やねんけどね、仕事なんかご飯なんかわからん状態でね、って言うけど、まあ、これがまあちゃんの仕事風景の感じで言ってんだけど、なんだろう、気分的にね、ゆるっと過ごして、いながら映画見ながら動画編集もしとってんけど、映画を見てコーヒー飲んでね、ぼーっとしながら、こういうちょっと休日を過ごしたあっちゃんでした。ちょっとねリフレッシュした、はい、ということで今日はこの辺で、晩ご飯で途中 でまた喋りながら食べたいんで止めていきたいと思います。ではまたね。バイバイ。今日のあっちゃんの照り焼きの良かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。